はい、皆さんこんにちは。今日もプロジェクトワンダーワープやっていきたいと思います。前回ですね、こちらで人を増やしたところぐらいまでで終わってたと思いますので、今日はその続きやっていきましょう。研究の方はラボがないとちょっと進まない状態ですね。ということで、まずは金鉱石か、金鉱石を探しましょう。画面上ではどこだ、あった、これですね。金結構深いな。下の方ですね、あるのは。金鉱石結構深い。浅いところにはどこにもありませんね。ということで、こちらの方に掘りましょうか。まずはエレベーターですね。こちらをどこだ?ここのラインにしよう。ここのラインからエレベーターを1個飛ばしましょう。さあ、これが出来上がり次第ですね、金を掘り始めたいと思います。それと同時にですね、寄宿舎の方もちょっとアップグレードしていきましょうか。エネルギーと食料、そして木材、水があれば問題ないっぽいので、これを作っていきます。よし、従業員宿舎もう1個作れますね。あとは何ができてないんだ?さあ、こちらの方ですね。とりあえず石を砕きましょう。あるだけ砕いてセメントなどを作っていきます。さあ、こちらで OK。こう、発災の方が15と。セメントの方はどこだ?セメントは35キロありますね。あとはプレハブの壁みたいなのがあるはずなんですけど、どこだ?作られてないのかな?さあ、ということで、ちょっとそちらの方、こちらの方ですね、ちょっと作っていきましょう。さあ、こちらの方は OK。もう次ができたら OK ですね。さあ、エレベーターの方は完成していると思いますので、ここで鉱山入れて金の採掘していきます。さあ、ちょっとロードしたでかわかりませんが、チュートリアル的なのが全部出てくるようになってしまいましたね。よし、OK です。12人ですね、今いるということで、これもアップグレードしようかな。まだ大丈夫ですね。そしたらどうしようかな。壁、プレハブ壁で石を上げるべきかがちょっと悩みますが、まあ、とりあえず金の方入れていこう。金鉱石は8人で取ると。さあ、OK ですね。こちらは石炭と銅。ここが石ですよね。鉄の方はまだ取ってなかったのかな?鉄も少し採取していきましょうか。ここを掘って、掘れたら行きましょう。まあ、今、金がとりあえず10キロないと次行けませんので、金の方を作っていきましょう。さあ、金鉱石の方が10キロになりましたので、研究していきます。化学ですね。次、化学者の宿舎の方は金40でできますので、そのままいけると。ラボの方は鉄鉱石と金鉱石必要ですので、こちら貯めていきたいと思います。さあ、ラボができるまでは少し材料の方を貯めていかないといけませんね。さあ、石の方がないということで、石を作っていかないといけない。あと、プレハブですね。プレハブの壁を使って、なんだろう、倉庫とかもまだ作ってませんので、倉庫の方も作っていかなければいけませんね。さあ、これでまだある、石がないので、セメントが作れないんですね。よし、こんな感じで OK です。さあ、あとは、金鉱石と鉄鉱石が、20キロ集まるまで少し待ちましょう。さあ、こちらラボが研究できるようになりましたので、ラボを研究していきます。次は鉄鉱石を40集めて、こちら鉄などを変換、製鉄できるようにしていかなければいけません。これ今、地銀の方は、鉄鉱石こちらのラボで使ってしまったので、少し貯めなければいけませんね。さあ、こちらの方が鉄鉱石溜まりましたので、ようやく作れるようになりました。さあ、それとですね、すっかり忘れてましたが、ラボの方も研究し終わってるので、作りましょう。さあ、材料の方は全部ありますね。よし、これでラボを作る。
そうすると研究ポイントが溜まってくるので、研究ポイントが溜まるとまた別のところですね、資源回収量が4分の1である 25% プラスとかも作れますので、こちらの方を作っていきましょう。ガンガン研究ポイントないと次の研究ができませんね。しまったらもう少し早いところ作っておけばよかったかなと思います。さあ生産ラインの方を作っていきましょう。生産ラインの方を作っていくことによって金属加工の方が多分できたはずですね。よし、こちらの生産ラインは作らないといけない。材料の方が大丈夫なのかな。他は今のところ石炭、石、普通の石がめちゃくちゃあるな。これは石を砕いておこう。そしてセメントとかもできたら作っておきましょうか。これ無限大はいらないや。で、プレハブの壁も作っておくと。さあ、これで生産ラインができましたが、プレハブの壁があと15ありませんね。どうなんだろう、これまだまだ足りないかな。セメントがとりあえずあるかどうかですね。セメントが30キロあれば問題はないんですが、セメントギリかな。今作ってるのもあるのでギリいけるかもしれません。さあ、人口というか作業員が12人ですね。ラボの方は特に上げる必要はないと。5ずつプラスされていくので、まあこれが100になったら資源回収量アップを入れていきましょう。さあ、プレハブの壁がいけましたので、こちらちょっとでかいな、これ入れていきましょう。さあ、何か良いものを作りましょうと。そうです、最初の生産ラインです。試してみましょう、後悔はさせませんと。生産の仕組みをお忘れですか。 F キーを押しましょう。それと十分な収容スペースを確保することも忘れずにと。一応倉庫の隣に建ててますので、まあ大丈夫じゃないかなと思っています。どうなんだろう、これ 25、81% まだ入るのかな、それとも77%、どっちが増えてどっちが減ってるのかは分かりません。あ、そしてその間にですね、研究ポイント、ラボでの研究ポイントが溜まってきましたね。しまった、こいつを入れるのを忘れましたが、まあ、製鉄所の方もこれで金が作れるようになってきますね。さあ、研究の方は今お金と、なんだ、研究ポイントでいろいろ行えますので、よし、ガンガンしていきましょう。さあ、科学力がないのでこれはできません。こっちをつけると、生産ラインでこれをつけることによっていろいろ鉄を加工することができると。さあ、人数かけていかないといけない。生産できるものはまだ何もありませんね。研究していかないといけませんので、こちらの方どうだ、セメントが50ないとダメなのか。セメントを50作りましょう。さあ、石の方は OK、 消して OK ですね。石をこれでどれぐらい作れるかな。セメント50キロ、なかなか難しいな。さあ、現在石の方は、あ、石全然ないな。石全然ありませんでしたね。セメントある、セメント50キロはあるということで、これが作れるはずですね。お金がかなりなくなってきました。さあ、お金も厳しいですが、次の輸送の時にお金は一応600手に入りますので問題がないでしょう。鉄筋とかが少ないね。そしてプレハブの壁、こちらも少ないですので、しっかりと変えていかなければいけません。水の方とかは大丈夫かな。プラスまだ49ですね、いけそうです。さあ、これでもうすぐ研究が終わればこちらのラインができると。さあ、もうちょっとですね、上の研究の方もできますので、これもしていきましょう。さあ、生産ラインできました。まずはなんだ、鉄を作りたいな。鋼鉄のスプール、原材料、製品、板か。鋼鉄のスプールが必要。鋼鉄のスプールを作るには、なんだろう、プロファイルはどうやって作るんだ。こちらの方のプロファイルを作り方がちょっとわからない。もう一個の研究が必要なのかな。さあ、こっちを作ってからなのかもしれません。さあ、こちら製鉄所の方も作っ
ていこうと思います。さあ資源を変換しましょう。これは同じですね、出てきています。現在ですね、石とかを加工しないともうどんどんダメなんですが、石の生産量がかなり少ないですね。現在ですね、研究の方はここまで終わってますが、次に武器の部品を生産する場所が必要です。これにはケーブルが必要なんですが、ケーブルを作るためにはこちらのケーブルスプールを作らないといけません。ということで、どうなんだろう、ちょっと作り方が覚えていませんが、今のところ出来上がってないのはこの武器生産ライン、こちらの方がまだできてませんので、こちらを作らないといけないのかなと思っています。さあセメントの方はプレハブのこのなんだプレハブ壁が全然できていないのもありますので、しっかりとこちらの方を作っていこうと思います。さあようやく武器生産ラインの方が組み立てられるようになりましたので、こちら組み立てていきましょう。相変わらずですね、かなり鉄筋とかですね、プレハブ壁の方の生産量が低いので、こちらの方をなんとかちょっとしていかなければいけませんね。おっと、あとやばいぞ、食堂の方の生産をちょっと止めておきましょう。お金の方が気づいたらなくなっていました。まあこちらで少しお金を作ってでもいいんですが、石炭の方があんまりないんですよね。金鉱石の方も結構必要ですので、まあ、あんまりお金を一気には作ることはできません。さあこちらで生産ラインできましたね。あれこっちであれ作れないんだ、ということはどこかでこのケーブルスプールの方が作れるはずなので、こちらをちょっと見ていきたいと思います。ケーブルスプールはこちらですね。金が182、プレハブの壁が12と結構必要なんですが、こちらの方を結局作らないとどうしようもないということで、鉄筋がないのか。鉄筋を作ってる間にセメントとかを作りましょう。鉄筋の方はこちらで作れますね。鋼鉄スプールの方はどれぐらいの量があるんだろう今。鋼鉄スプールの方は90キロあるので、結構鉄筋作っても大丈夫そうですね。30キロずつ作りましょう。さあこれであとはお金の方が180必要なんですが、そちらの方も現在はない状態ですので、もう少し待ちながら作っていきます。さあお金がなくてかなり困ってましたが、なんとか、お金の方をいただきましたので、こちらを作りましょう。これでですね、ようやくケーブルを巻くためのものが作れるようになって、それによってケーブルが作れるということですね。化学の方はまだありますので、まあそれがこちら化学ポイントの方が貯まると思います。お金の方が200なので、次の輸送で200来ますので、まあ、こちらの方も問題はないかなと思っています。さあとりあえずこちらの方が出来上がれば、ケーブルの方のスプールを作っていきましょう。どこでできるようになるのかな。さあそちらの方もちょっと見ていかないといけませんね。さあ研究の方終わりました。どこで作れるんだ、ここか。これですね。木材があれば、このピースが、1ピースしかできないのか。これ5ピース必要ですから、100メーター作るには5ピース必要ですので、5個作りましょう。木材の方が50キロ必要。木材はどれぐらいあるんだ？なかなか木材の、木材めちゃくちゃある。これは問題なく作って OK ですね。さあ、こちらの方が出来上がって、銅の方も何メーターあるんだろう。銅は50メーターぐらいあればいいんですが、銅も180キロありますので問題はなさそうですね。今1,2,3,4つ作ってますので、5個で120×5 で100ですね。こちらの方作れるようになると思います。さあ全部まあ届くぐらいにお金の方も届くので、こちらですね、化学ポイントとお金200を使って武器の部品の方を解放していきたいと思います。
さあ、ピストルとかライフルとかも作れるようになりますが、こちらも合計でお金は300ぐらい必要ですね。今回200届いたとしても全然足りません。金鉱石の方がどうだ、50キロか、40ぐらいは溶かして作れそうですね。うん、もうちょっと金の方を採掘できればいいんですが、今のところはちょっと怪しい感じなので、このままにしておきましょう。さあ、石とセメント作って、プレハブ小屋の方も若干作っていきましょうか。どうだ？石の方はまだ30で OK ですね。プレハブの壁も一応23あると。他は石めちゃくちゃ増えてるな。ほっといた時に石がめちゃくちゃ増えてましたね。ということで、これが終わったらしばらく石の方を砕いておこうと思います。よいしょ、これで無限大にしておきましょう。全部作り終わったら石の方は砕いて待ってるという感じですね。さあ、その他にも金はまだできない。こちらの方ですね。鉄鉱石とかがあるので、こちらのスプール少し作っておきましょうか。他に足りない材料があれば見ていくということですね。鉄筋、他は鉄の、鋼の板もありますね。鋼鉄のスプールはない。鋼鉄のスプールちょっと作っておかないとかなりやばいですね。ないな。さあ、鋼鉄のスプールは少し多めに作っておきましょう。さあ、お金の方がこちらの輸入で入ってくるはずですので、とりあえず輸入を待つ。さあ、これで入った。さあ、これで武器の部品が作れるようになります。研究を開放していきましょう。さあ、次に必要なのが銅の板、違うな、鋼の板か。鋼の板が25、ケーブルが50と。こちらとともにケーブル150、そして、鋼の板の方が75という数字が出てますね。さあ、こちら、ピース、作ってる最中か。こっちのピースを結構作らないとまずいな。150なので8個かな。でも、まだ少し若干在庫がケーブルはあるので、40ですね。今作ってるので、だいたい60。ということで、あと6個ぐらい作れば問題ない。2、3、4、5、6という感じで大丈夫そうですね。これも6個入れておきましょう。1、2、3、4、5、6と。さあ、問題は銅あったな。銅はありましたね。大丈夫そうですね。次に鋼鉄スプールを使ってこの板を7つ。もう満タンになっちゃったな。9が満タンになってしまいましたね。よし、その間にこちらでは鋼鉄のスプールを作っていくと。石炭、鉄鉱石は結構あったはず。あ、石炭がなくなった。石炭がなくなりましたが、まあこれで準備は OK ですね。次にお金がまた200届きますので、次が来た時には武器の、どうしよう、ピストルかライフルの方を作りましょうかね。ピストルの方がいいかな。どっちでもいいか。まあどちらか好みで作っていきたいと思います。さあ、ということで今日はこれぐらいで終わってですね、また次回ですね、この続きやっていこうと思います。ちょっといろいろ作るのが複雑なので、自分はあっち行ったりこっち行ったりとかしてますが、まあ順調に基地の方は出来上がってるのではないでしょうか。残り21日で敵が攻めてきますので、早めに武器を作って少し前線の方に送りたいところですね。はい、ということで今日はこれで終わろうと思います。皆様ありがとうございました。